こんにちは、トコチャンネルです。今日は11月6日にルシファー絶望の夜明けと鬼滅の刃無限列車の2本映画を見に行った時にセリアさんに寄ってきたので、そちらの購入品の紹介と、あとこっちで手に入らなかった折り紙、クリスマス折り紙、セリアさんでも手に入らなかったのが1種類あって、あとダイソーさんのは全く手に入らなかったんでメルカリさんで買った折り紙、あと100均じゃない折り紙もなんか一緒に売ってたんで買ったんで、そちらの紹介と、あとデザインペーパーの紹介もしていきたいと思います。まずはデザインペーパーの紹介からいきたいと思います。まずね、結構前にもう買ってた、いつ届いたんだろう、日付書いてないんだふわもこさんのペーパー、結構前、もうクリスマスの確かもう締め切りしてるはず、締め切りか締め切りしてるぐらいかな。そっちももう申し込んだんですけど、その前に申し込んだやつが届いたペーパーのね紹介を全然していなかったのでしていきたいと思います。まずはね、ノベルティのかな、あのメモ用紙、こういうのね、もっと近い方がいい、こういうのね、いただきました。ちょっとこれはどけておきます。ここにしまおう。で、あとはペーパーをね、まだクリアファイルに入れてないんで数枚ずついきます。数枚とか5枚ずつ買ったんでいきます。こちらくまちゃん、ワインっぽいベースになってるのと、あと、全部これで茶色っぽい、ちょっとずらすと見える、わかるかな、この色の違い、のものと、いやー顔つかないでもうちゃんとまだしまってもいないとか、まだ見てなかったの、今日初オープンなんですよ。でくまちゃんのこのやっぱり赤っぽい方、ワインっぽい方と茶色っぽい方、ちょっとずらすと、ちょっと光ってるね、ちょっと光の当たりが嫌だね、どこ向けよう、こっち向けよう、あ、こっち向けよう、無理か、まあいいや、この辺で見て、ちょっと違うね。で続きまして、うさぎちゃん、くまちゃんじゃなくてね、今度うさぎちゃんとかくまちゃんとか猫ちゃんかな、でこちらのペーパー、紫のチェックかな、でこっちがピンク、めっちゃ可愛いよね。でこちらがスイーツ系の、ここに入ってるふうくんともこちゃん、ね、入ってて、ドーナツに入ってね、はい、これが紺色の方で、こっちが茶色の、可愛いね、本当に。このクリスマスの方もね、最初の金欠なものでね、前は10枚ずつ買わせていただいてたんですけど、だいたい1回に8種類発売されたんで80枚ずつ買ってると、最近金欠でね、毎回どうしても欲しいから金欠だから5枚ずつっていうせこい手を使って全種類手に入れたいって思って買ってます。貧乏には家電、で続きまして、次はこれはね、まずミンネで買った方からいこうかな。ミンネで買った、フェアリーガーデンさんのクリスマスペーパー、こちら10枚ずつなのでね、もうこれいかにも表紙に使いたいよって言いたくなるクリスマスツリーですよね
言いたくなるって私が買ってやるんですよね。これさ、こう、うまく切れる人なら、葉っぱが重なってるか、こっちか。うまく切れる人なら、ツリーだけ切り出せるよね。この女の子とかさ、こういう子とか。ね。っていう使い方も してみたいなとは思うんですけど、私だと、まあ、バーンってこう、半分ずつ表紙みたいなね。で、よくね、見るパターンのこのマス目で柄が違うってやつ。これもね、好きって、このカードっぽくね、これマスごとにワンカットずつ使ってね、ウォーターフォールとかね、パタパタね、作ったりするのも楽しいですね。前、バレンタインの時にそうしたんで。あとこちら。もうなんか、いかにも、天使さんなんですけど、まず聖母マリアって言いたくなる感じの、ね、でもう一つこれもねすごいこの作風とちょっと変わってて、水彩画じゃないよな、何がっていうの、これは色鉛筆っぽいのかな、なんかそういう水彩っぽいのかな、どっちなんだろう、ね、絵は嫌いじゃないけど詳しくはないんでね、なんかこの、でもこの辺なんかね、なんか、ああ、でも水彩画なのかな。なんか鉛筆で描いてるみたいなね、感じの。これ、個人的に好きと思って、お裾分けファイルのどこに使うってイメージ、全くなく、単なるこの絵好きで買っちゃったんで、使い方考えたいと思います。で、こちらはね、もうこう、柄物なんで、もうね、なんとでも使えるって感じの。ね、こちら、全部で、5点ね、購入させていただきました。はい。いつもね、ちゃんと、こういうね、袋でおまけもいただきまして、確かね、中身見たいでしょ見たいでしょって私見たんだよね、あ、そうそう、ポストカードとこのメモ帳とこれシールかなと思うのが入ってた、嬉しいすごく嬉しい、ちょっとね、消化したペーパーを横にどけつつ、続きましてはメルカリで買ったやつです。といっても一つはね、エンプティメモリーさんのね、みんなでもメルカリでも同じ値段で買えます、送料込みで。はい。で、こちらちょっと開けてね、ハロウィンでもね、購入させていただいたんですけど、作れなかったからね、ここに、エンプティーズメモリー。わかりますね、で、ペーパーがんどっちが上なのか、ここかな、クリスマスのね、サンタクロースの雪だるまのこのブラック系と10枚とベージュっていうのかな、グレーっていうのかな、グレーベージュベージュグレーなんていうかな、この色合いね、柄は多分一緒です。はい。この背景の色とか、あとはどうだろう。他の色使いは一緒なのかな、一緒のような感じですね。の、ペーパーをね、購入させていただきました。とてもね、好きな、作家さんのお一人なんでね、やっぱり、出されてるかなって見たら出てたんで、ミンネでも見てどっちで買おうと思ってた時にメルカリの方にね、前販売した売上金がねあったんであ、じゃあ支払いに行くのもね、ミンネだとクレジットかコンビニ払い、私大体コンビニ払い使ってたんで、もう払いに行くのめんどくさいなと思って、それでね、メルカリで購入させてもらった、裏にペーパー入れてもらってあって、
こういうのと、あとちらっと見てるけど、このこのいちごのペーパー、これも定番ですよね。よく見る。このフォークもすごい素敵だなと思って。よいしょ。はい、続きましょうね。はい、続きまして、次はかんちゃんさんっていう方から初めてペーパー購入させてもらったんですけど、結構ね、おまけいただいたんです。ほんの気持ちですっていうのね。よいしょ。私の本、ファイル販売するときに、こういうこのほんの気持ちです、つけたいなと思って。まだね、ブレスレット販売してたときに、ほんの気持ちも何もつけるもんなかったから、ブレスレット単体売ってただけなんでね。あんまそういう気が利かないんですけど、こういうなんかね、シール系とか、こんな可愛いメモとか、お、なんか出たよ。あ、これね、ラミネートで加工されてる、こういう、まあ、なんて言えばいいんだろう。パーツもうこれもこれでね、使えるよと。で、これ可愛いメモとか、チケットメモとか、3種類かな。3種類、3色っていうかな。うん。結構入れてもらっててね、ありがたやと思いながら、よいしょ、よし、よし。そうだからさ、前の時本当作るのが精一杯で何も考えてなかったんだけど、発送する時の折り曲げないでくださいとか水のり注意とかなんかあるじゃん。あれをね、シール作りたいなと。あとこれプチパック、プチペーパーバッグっていうのかな。よいしょ、ちょっとドーナツが、こういうのね、すごいしっかりした作りで、ね、作ってもらってあって、いいねと思って。でね、この紐、これね、この紐、こういう紐どこで売ってるか知ってる人いたら教えてください。私もね、こういうペーパーバッグ作りたいんですけど、今のところ麻紐か折り紙を折って紐を作って、まあ、取ってっていうの作るかを考えてペーパーバッグ作ってみたいなと思ってるんですけど、あと、まあ、もうちょっと大きければリボン使ったりとかね、思ってるんで、まあ、これもね、作るときにまた今更人には聞けないシリーズでやろうと思ってるんですけど、まあ、作るときにね、そういうの、今みたいなの紐があったらいいなと思ってで、ペーパーの紹介ね、ペーパーの紹介をせずにおまけの紹介で終わったらみんなに怒られる。ペーパー見せろってね。よいしょ、はい、じゃあ順番にいきます。まずはこちら、かわいいでしょう、すごく。で、続きましてこちら、続きましてこちら、ね、かわいいでしょ。紙はね、ちょっと厚みは 90g じゃないのかなと思うですけど、光沢紙なんでしっかりはしてます。はい、これでね、以上、ペーパーのね、紹介は終わります。トコチャンネル、はい、続きまして折り紙の方行きたいと思います。まずね、前回セリアで買えなかったっていうか売ってなかった折り紙、ね、メルカリで買いました。デザインペーパークリスマスパーティー2つ。ではね、ここでアップで見てください、はい、結構ね、かわいいよね。こんな感じになっております。出すのはめんどくさいんで、あとダイソーさん、なんて言うんだろうね、私はダイソーさんって言うんですけど、
両面千代紙、私が知ってる店舗で1店舗2店舗行けそうなところで2店舗頑張ればなんとかしていけるかもしれない、もう1店舗3店舗に電話して問い合わせたけども、オーダーする画面にもう載ってません、わかりませんって言われたのが2種類あって、まず1つ目こちら、両面千代紙ベーシック80枚入り、これ違うのちょっと2個2つでね、で柄はねこっちの方が見やすいんだよね、ちょっと待って、なんかめっちゃ髪の毛がついてるごめんね、抜け毛のおばちゃんやで、ちょっと待ってね、これね中に髪の毛入っとる、一つね使っちゃったのよね、それでね開けた時についたのかな、よいしょ、見えるかな、はい、この柄とこの柄、多分柄一緒で色違いで、この赤いのと緑のも色違いで柄同じって感じですね、こちら2つと、でこれ絶対欲しいと思ったのが、両面千代紙アニマル、これね、かわいいのよ、こうやって見て、ハムちゃんいるのよね、これ多分トナカイさんだけど、これハムちゃん、これ絶対ハムケツ、 ここもなんかハムちゃん、どこだ指さすの、ハムちゃん乗ってるし、これ絶対欲しいよねと思ってね、私も柄出して見てないんですけどね、なんかのファイル作るときに使いたいと思います、この柄と多分あ違うな、柄違うね、次はコーギーかな、でこっちは何だろう、猫かな、ちょっとはっきり見えないようになった、最後はウサギ、後でゆっくり出してみよう、ね、かわいいでしょ、これは絶対欲しいと思って、だから全部メルカリで、でこれを買ってる時のこういう組み合わせで買ったわけじゃなくて、こうバラバラの組み合わせとか、ここにないもう持ってるやつの組み合わせとかもあって、結構いっぱいあるんですけど、これがね結構綺麗だったんですよ、こういう透かしの柄のが、要はトレペのが入ってて、これいいなと思って欲しくて、商品コードとかジャンコード一応見せておきますけども、このね東洋ってとこに電話したら、電話番号載ってるよね、どこだっけあれ、あここか、電話したら折り紙ハウスっていうサイトがあって、そこから注文できますよって言われて、これ8枚入りなんですけど10セット注文しました相変わらずバカみたいに買うというね、ね、これだけちょっと見せてあげるよ、あげる、これ100円じゃなくて、ね、240いくらかしてたんですけど、いいんすよ本当に、1枚ずつ、はい、1枚ずつって言いながら取れないじゃん、1枚ずつね、こういう感じで、ね、手つけるでしょ、良くない？何に使うかって言われると、多分ね平袋系の袋作りの方にメインで使うんじゃないかと思うけどね、ポケットでもいいよね、今言葉が止まってたけども、お裾分けファイルね、ポケットとかにでもね、トレペで音いいから、これとあの薄い方のトレペ重ねてもいいしね、これこんな感じね、綺麗ねどこのおばちゃんやねんって感じで、これがツリーじゃなくて、なんともヒイラギとか飾りとかのね、もういいよね、こればっか揃ったら
あ、でも2枚使わないとくっつかないか。あの蛇腹ね。でこれが恋バラね。ね、いい感じでしょ。そう思ったのは私だけ。だから欲しくなっちゃってさ。で、あのどっちみち送料がねかかるのよ。そのこれ 10セットごときじゃ。だからもうまとめてあの10セットごときっていうか、まあ、2、3セットでもよかったんだけど、それでも送料かかるし、10セットだとかからなかったのかな、ちょっと忘れたな。いや、かかったと思う。結局かかるんなら、ね、まとめてまた欲しくなった時に多分まとめ買いしてと思って買いました。はい、ということで折り紙の紹介はここで終わりたいと思います。トコチャンネル。はい、最後にセリアさんで買ってきたものを紹介していきます。まずはじゃん、クリスマスグッズじゃないです、ランチョンマットです。今ちょっとこたつハムちゃんの形状なのであんまり衛生的じゃないんで、こっちで夕飯食べることが多いんですけど、その時用にね、あのしこ鍋するか、鍋をする時のが多いから汁がピュッてこぼすから、これをね買ってきました。はい、続きまして、次もクリスマス用品ではないんですけど、クラフト紙。この50枚入りのはね、結構も少なくなってきてたんで買っとこうと。じゃあクリスマス用品とそうじゃないのをちょっと分けて説明するっていうか、紹介するのが面倒っていうか大変なんで、交互にまとめてごっちゃでいきます。はい、次これクリスマスの、クリアバッグ LL ね。ここにリボンが1個、え、3枚入りなのに1個。あ、ここにも入ってましたリボン。はい、あ、びっくりした。なのでね、これと、あとこれのなんか親戚っぽいような柄、フロストハンディバッグ L ナチュラルクリスマス、ちょっと名前あるのかな、わかんないけど、うん、こっちもこれも、いい感じだなと思って買いました。何に使おうかは正直何にも決まってないです。ただ単に自分が、ああ、いい感じ欲しいと思っただけで買いました。続けて、そうそう、前からね欲しいと思ってて、いつも買いに行って忘れて買わずに帰ってきてた製本テープ。これね、誰かの YouTube 見た時にチラッと見て、私付箋をお裾分け最近してないけど、する時ってクリアファイルでノート作ったり、ノートっていうかノートっぽく作ったりするんで、その時のこのね製本テープね、本当にノートの本当、それこそここね、ここする時に黒画用紙でやってたんですよ。あ、これあったら本当にそれっぽくてかっこいいじゃんと思って、欲しいと思ってて、でもいつもセリアに行くともこれのこと頭から抜けてて、もう結構前に欲しいと思ってずっと抜けてたんで、スマホにセリアってメモって製本テープって書いてたんですよ。で、欲しいものを一応書いていって見た時に案の定忘れてて、で見て、あっと思い出してやっと買いました。長い説明が。あとそれとこれ追加で可愛かったね。でこのシリーズっていうかこのデザインは多めに持ってていいぞと思ってね。で、あとクリスマス、クリスマスって言いながら何言おうとするし、何やろうとした、こんだけか、いつもなんか言いかけて間違えるときは、ポップアップカード、多分ね、これ前に1個だ2種類買って1個ずつ買ってたんで、多分2種類のうちのどっちかだと思います。あとね、こっちのなんかシックなタイプもあったんで買ってきました。うん、多分お裾分けかなんかに入れるだろうとは思うんですけどね。
自分で買ってきときながら何使うってまだ決めてないですね。あと、プクプクシール可愛いと思ってね、可愛く作ったらこれ貼れるよねと思ってあとそう前の時にね、見てて買い忘れたのをね、ちょうどね行く前に思い出してて、クリスマスのミシン目カット入りのこの切手タイプ、あ、いずれかのどっちか、あ、2種類あったんだ、へえ、ちょっと見ていい、え、これの多分、え、ちょっと見ていい、あ、私2種類あるって知らなかったわ、1種類だと思って2個買った、やったーって喜んで帰ってきたのに、どっちなんだろう、ちょっと見よう、ちょっと見よう、あー落ちてくるな、大丈夫、これは、あ、下のタイプだよね、もう分かった、次こっち、次こっちドキドキ、これ運よく1種類ずつだったらラッキーだよね、まあ、なくてもね、2個しか売ってなかったっていうのは、実はなんで、実はそうなんですよ。ああ、一緒のタイプかな。ん？ちょっと待って。ん？このキツネさんはこっち。ん？え、いずれかの糸柄が入ってますよね。え、ちょっと待って。ああ、今ちょっとパニック起こしてるよ。この子が下だよね。うん、下だよね。うん、下だ。で、この子が、あ、キツネさん上だから、その前見ればいいんだ。キツネさんの上が、クマさんだよ。違うよ。クマさんの上が、あ、同じやつを買ってきちゃったね、私多分。多分、そうだ。これだから。両方とも下のタイプでした。残念。また10日の日にセリアに行くチャンスがあるんで、もし売ってたら、上の柄が売ってたらゲットしていきたいと思います。ね、こういう時ね、ドジなんだよね。2種類あるって書いとけよって今言いたかったんだけど、書いてあるんだよね、ちゃんと。気づかない私がバカ。ちょっと期待残念だったな。2種類だったらって言っても、どうせ行ったらまた見てくるけどねもうなければ諦める、ほい、まあ、一緒の買っちゃったと。なんでそれ以外にどれ行こうかな、これ行こうかな。デコレーションシールで、シェーカー袋の中に入れたりするときに使ってる、これこれ。これね。これ。これの多分同じシリーズだと思った。ハートあったんで、別にそれ用に入れたいわけじゃなく、もうちょっとちっちゃいやつをね、買ってあるんです。実はシェーカー袋には。で、これを普通にこう、飾りでポッポってつけるのに可愛いなと思って買ってきました。白とピンクで、結構割合がね、違うんですけど、まあ、2個しかなくて、2個しかなかったんで買ってきたんですけど、こっちもね、こっちカラフルで、こっち白ピンクなんで、使っていけたらいいなと思います。それから、次は同じとこの売り場、手芸売り場だったんだけど、レースシールポイント。ポイントタイプ、こういうのね、いっぱい持って説明するから見にくいよねこれもポイントタイプ、さっきと柄違い、うん、なんか折れてるみたいな、柄違い、この辺かな、並べると違うのが分かると思うんですけど、でこれがシートタイプで2種類、1種類の こっちが1個しか売ってないけど、こっちは3枚ぐらい売ってたんですけど、もう1個ずつ買ってみました。はい、こっちね、あったら2、3枚欲しいなと思ったんですけどね。
こっちなんかいい柄だなって。これもだから今度セリアに行ってあったら、この柄買ってこようかなって思ってます。で、続きましては、そうそう、ポイントシール前買ったんですけど追加して買っときました。こっちがね4シートって気づいてなくて、で欲しいと思った時にこっちも、あ、いろいろ貼れるから買っとこうと、お酒にも使えるしと思って買いました。同じとこの売り場でこのクラフトネームシール6辺の8シート、これね、マグネットボタンの裏側をピッて開けて止めるところの画用紙を貼ってたんですけど、これどうかなと思って、画用紙の方がいいのかな、厚みがね向こうでこうやって開けてみれなかったんで正直今初めて厚みを確認するんですけど、どうかな、薄いっちゃ薄いな、でも一遍使ってみて使い勝手違うって思ったらどうしようねなんかスタンプでも押してシールとして売り出そう売り出そうじゃなくて、おすわけ、売らないよ、おすわけしよう。それから、パンチ穴補強パッチの透明、あのね、前一回買ったんですよ、一個見失っちゃったよくあるパターン。はい、続きまして、これ欲しかったんですよ、これダイカットジップバッグで、とりあえずなんかね5個5個しか入ってなかったみたいで、10個ありますよってその奥から出してきてもらったんですけど、10個ありますよって言われたけど、いや10個ってそれ5個5個の10個だよねと思って、それ買い占めたら鬼だよねと思って、絶対だって欲しい人いるでしょ、だからとりあえずもう最小限、自分が1個持ってや納得するだろうってことで、押すだけにも使えて残せそうな8個分要は4ピースを2つずつっていう意味で2つずつ買ってきました。でも今度セリア行った時売ってたらまた追加するかもしれない。だと前買ったって言ってた時の取って追加で買ってきました。ただね、裏見たらね、このネジっていうの、ビスっていうの、なんていうの、これこの長さってあのうちの戸棚の厚み貫通するかなってちょっと心配になってるんですけど、なんとしてでも やってやると思いながら買ってきました。あー、そうそう、さっき言ったペーパーバッグの紐にできるかなと思って、こんなもっと本当は麻紐もあるのは多分うちあるんですけど、朝日まだちょっと雑いかなと思って、ちょっと系統の朝系のやつ、なんていうのかな、これな、ごめんなさい、関係なかった、書いてある。まあちょっとベージュに近いピンク買ってきました。個人的にピンク好きなんでね。あとクリスマステープ、とりあえず2本買ったんですけど、ふわもこさんのリボンの作り方を見てて、これで作ろうかなと思ったんですけど、まあ、私指太いんでね、細いのでどうかなと思ったけど、よくあって4つ巻くならもうちょっと細い赤のテープがうちにあったんで、多分ね、これが12ミリだから多分私が見たの1センチの幅かな、もうちょっと、もしかしたら8ミリかもしれないけど、まあこんな感じのね、素材の真っ赤に縁に金が入ったのが1つ家にあったんで、昔買ったのが、それの
緑と赤セットで買えないかなと思って、それをねちょっとこのセリアさんでね見てこようかなって思ってます。そう喋りながらね今着々と次紹介するものをね手に持ってるんですけどね、よいしょ、はい、揃った。いや次紹介じゃなかった、次の次だ、次これクリスマスのね多分うちにもありそうなありそうな、裏から見てるフレークシールね、多分持ってるかなと思いながらも、まあ、なかった時のためと今回今年の仕入れがあまりにもなさすぎたんでこれで、最後に私の好きなデコレーションテープのチロリアンフラワーっていうのね、あめっちゃ綺麗やんと思って見つけてきたんです。見える、見える、こういうのね綺麗でしょ。これは黄色系ね、さっきのピンク紫ちゃうな、ピンク赤系、これ黄色系、さっきは何系、ピンク白系か、でこれがえこれが黄色白系で、これが紫ピンク系ね、可愛いっしょ、はい、今回はねあとネイルパーツ買ってました、忘れてた、そうだ買ったんだ、まだね爪見てもらったら分かる、全然爪伸びないんですよ、前表面をね何回かこう削って平らにしてベース塗ってシール貼ってトップ塗ってってやってたらかなりね爪がもう本当に弱いんですよ、私もうなんていうのかな、あここ折れ曲がってる筋ついてるし、親指はまだねまだなんとかって痛いとこなんですけど、前回もここのこのここじゃなくてこの付け根のこの辺見えるかな、この辺からひびがこうやって横に入って、うん、切るのに痛かったからなかなかね爪が伸びてくれない、伸びてもあのパキンってパキン、こう伸びてもパキンって折れちゃうんですよ、横にパキって、だから今ちょっと爪が、ね、全然な長さがないんでシール貼るのもったいないから貼ってないんですけど、もうちょっとしたらその薄く削ったところがなくなればまた丈夫な、丈夫ってことはないんですけどね、爪薄い方なんでそれがまあ伸びてくるかなっていうんで頑張って伸ばしてる最中です。はい、またある程度伸びたらねなんかしたいと思います。以上で今日の紹介終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。